魚の瓶漬け販売中。どうも、チャップです。スプラトゥーン2をプレイしていきたいと思います。ということで、今回はですね、スプラマニューバーとスプラマニューバーコラボとスプラマニューバー別注にですね、メイン性のアップを 3.9 積んで遊んでいこうという動画回でございます。マニューバーにメイン性のアップを積むとですね、攻撃力がアップするんでね、一発のダメージがこの 33.3% になるんですよね。なんで、うまいことやれば疑似三角が取れるというわけ、この 99.9 ね。それをガンガン狙っていこうという感じですね。でね、こんなに 3.9 積まなくていい。疑似三角狙うんやったら、まあメイン1つを10として、サブ1つを3とした場合、合計32を超えれば疑似三角 33.3% のダメージになるんでね、ぜひやってください。まあ 2.4 かな、 2.4 ギア積んだらなるということでございます。頑張っていきましょう。ではでは、ビーバースパークで頑張っていきましょうか。とりあえずね、疑似三角になって攻撃力が上がってるんで、アホみたいに突りたいんですけど、それしたら多分ゼロキル50ですぐらいになるんですよね。そんな自分にナイスをさせていただいて、マリウス、あ、自分にナイス決まりましたね。なんかとりあえずの儀式みたいになってますけどね、儀式を成功させたんで、あとは頑張るだけですね。あ、ほんでインクアーマーもついてるのか。でもまあ疑似三角というまあ夢の展開なんで、インクアーマーもいい感じにいけるんじゃないか。ナイス、ありがとうございます。素晴らしいですやん、ほら。いい感じになんか刺さったような気がしましたね。で、あの人アシストして、これラピブラかな、あ、エリートか。ちょっとエリートには勝てない。ベジータ VS サイバーマンみたいな感じになってますからね。あのベジータに僕ごときのこんなサイバーマンが勝てるわけはないということで、もう諦めてすぐに帰りましょう。諦めも肝心さーということで、あ、ナイスやね、味方の人。すっごい前線上げてくれてる。いいね、いいね。あ、ちょっとこれ調子乗りすぎたやつだ。ちょっとやばい、一緒に一回帰ろう、一回帰ろう。焦ったー。生きてた自分にナイスですね。ちょっと怖いんですよ、ほんまに。バレルもおるんだよな、よく来たらな、よく来たらちゃう、よく見たらな。ブルーベリーもな、自分にナイス、ありがとうございます。で、そこにおるリールガンの人に気づかないように、気づかないように来たいけど、インカーマが、インカーマ、え、エイムおじいちゃんすぎ、エイムがおじいちゃんすぎ。ほんで、わざすべすべジェットパックでやられるっていうね。こんなに悲しい人生あります、皆さん。でもまあ優秀なのはうちの味方がね、ほら、2人で行ってナイスですやん。まあ、カバリングしてくれるんですよ。僕が雑なプレイをしても安心でしょ。おい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 。びっくりしたやん。今、バレルスピナーの人じゃなくて、エルザップの人とかやったら、もう僕散ってたよ、多分。僕一瞬で多分チキンナゲットになってましたね。こういうとこに潜伏しといたらいいんですよ。あ、でも帰っていったかな。いや、多分ここにね、出てくると思うんで、爆風が当たらん程度に。あ、味方の人と挟めるかな。上行ったか、あれどこ行った、あれおらん、帰ったんかな、あれいないぞ。上にいるんでしょ、おらんと見せかけているんでしょ。そらおらんわな。悲しみということがあるけど、あ、ちょっと待って、バレルの人じゃないやん、スプラスピナーの人やん。あ、スプラスピナーの人やったら全然いける、全然いける、全然いける、ナイス。急に自信つくやつ。まあ、スプラスピナーやったら多分あの射程がね、負けてないと思うんで、すごい自信やん。自信満々、チャップ満々、勇気満々や、ポケモンやみたいな、そんなことありましたよね。すっごい雑やったからさ、なんか伝わってない可能性が大いにありますけれどもね。実際の打たせていただきましょうか。そこにおんのか、まあ、あの人は適当にちょっと置いといて、味方の人と行けば行けるし、あ、いい感じやね、ナイス、いい牽制。じゃあちょっと前線上げましょうか。わあ、すっごい、あ、でもめっちゃようですしてるな、味方の人がトスって。これはちょっと一回引きましょう。ラスト20秒なんでね、ちょっと勝ちにこだわっていこうと思ったら、まさかの今の直撃する。はい、おっぱっぴーですよ、今の。はい、デスピッピーみたいな感じになってますやん。何よ、デスピッピーっていう感じ。ちょっとこの辺ナイスしとこう、塗ってな。こっちはせんちゃんか、ワンちゃん。いけんちゃん、いけんちゃん。あ、惜しいですね。でもやっぱり攻撃力上がってるんで、インクアーマーの不安がね、なくなった気がしてね、いい感じやん。惜しいなぁ、ギリギリ。あとちょっとで勝てそうでしたね。ほんで、珍しい。味方に2人もリールガンおったんですね。では次のおっぱっぴー武器はスプラマニューバーコラボでアンチョビットゲームズでね、頑張っていきたいと思います。昔ね、僕本気でね、ガチでこの武器めちゃくちゃ強いと思ってて、最強武器やと思ってたんでね、その頃の強さが発揮できたら、もう多分すっごい試合になりますよ。多分やけど96キロはできると思う、3分で。
絶対無理やんいうことあるけれどもね、頑張っていきましょう。でも最近見なくなっちゃったんでね、そこは悲しいところではありますね。でチャージャーの人がおる、すぐイックリンか。で右にもおったから怖いんやけど、こっちにシュッて出てきてくれたらいいんやけど、おちょっとちょっとカニやったカニやったカニやし、なんかリンクアーマーもついてたし、おい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 そっちおったんかい予想外デースやったね。お父さん兼もびっくりな予想外ですを繰り広げてしまいましたけれど、まあ、自分にナイスしながら頑張っていきましょう。まあ、味方の人はこうしっかり守ってくれるんで安全なんですよ。オッケー、綺麗に決まった。後ろに盛るやろ、知ってんで知ってんで知ってる。ほらイカスフィア、ヤバスフィアいますやん。射程長い、射程射程長い、射程射程カニには気をつけろタラバガニには気をつけましょう。皆さんちゃんとね、タラバガニだけ視点を入れとくようにしてたら、多分今みたいに残念無念またチャップっていうことにはねならないと思うからね、しっかり見ていこう、しっかり。はい、バルンバルンバを敵に輸入していこう。輸入じゃない、それ僕もろてるやん優秀つやんいうことあるけど、そう忘れてた、すっかりテーマ忘れてたけどさ、疑似三角やねんて。なんでそれ忘れてんチャップ、疑似三角疑似三角、はい疑似三角疑似三角だいやいや、カニ今ホットケーキプーさんにやられたと思ったらカニシンプルにビビるやつ。あ、しかもホットケーキじゃないな、あれロングブラスターやな。冷えたパンケーキにやられましたね。冷えたパンケーキ射程長いんでね、爆風2発で飲み込まれる可能性があるけど、ナイスよね。よく決まったマニューステップ、自分にナイスが。これどっちから来るやろ、あ、そっちにもおるな。これはやばいな、やばいな、これはこれは一回バルンバルンバで帰ろうかなまあ降りては来ないというのは予想通りでございます。ナイスでございます。いいよいいよ、ガンガン行こう。疑似三角見せていこう、疑似三角、はい疑似三角、はいおにぎり三角おにぎり三角おにぎり三角、エイモおじいちゃん今なんて誰が見てもエイモ悪かったですね。これさ、うまいことやってさ、こう壁ら辺でこうやってやったら上入れんじゃない、これ。うっと、よし入れた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 けど折れへん、入れたけど、あ、そこにあんのか、そこに、よっしゃナイスうまいこと乗れましたね、予想通りだ、素晴らしいぞ。ほんで味方の足もすごい攻めてるんで、僕はバルンバルンバでも投げて、この辺でも休憩しとこうかなあれなんか、あれ塗られてる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 ぞ。今初期地点に何かおった、カニじゃない、あれカニが入ってんちゃう、野生の野生のカニじゃないこれ、あ野生のカニや、ナイス。あん、野生のプロモデラーかちょっとわからなかったけど、まあ勝ててナイスでしたね、いい感じですね。もうこれはもうもろたでしょう、もう勝利のナイス、確信ナイスを押させていただこう。だってこんだけ味方の人攻めてるんですよ、ほんやばいでほんまに。いや最後最後カニを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 最後カニでも成敗してね、焼きガニ食べようかなと思ったけど、あの無理やったんで僕が成敗されたみたいな展開になってしまいましたけれども、勝てました、ナイスです。味方の人がすごい多分めちゃくちゃ攻めてくれてたんで、もう立ち回りやすかったなと、その一言でございます。味方の方々感謝永遠に。ではラストのおパッピーはアンチョビットゲームズです。プラマニューバーベッチューですね。ベッチューもベッチューなんですよ意味わからんけどまあとりあえず初期地点にマニューバーでも投げてですね、マニューバーは投げられへん、マニューバー投げたらもうそれスデトゥーンやからね、スプラトゥーンじゃなくてスデトゥーンになってしまうんでね、それはやばい。で9番ボム投げたらインク管理が絶望的におじいちゃんになるんで、もう試合終わるまで9番ボムは投げないでおこうかなこいってね、しょっぱな投げそうになりましたけどね、まあ、ナイスでごまかしていきましょう。ダイナモの人もおんのか、ちょっとインクアーマーがついてる間に来たけど、あ、ダメですね、これちょっとハム太郎で、あ、ナイス味方の人、素晴らしい。とっとこ走るよハム太郎、敵全滅してるやん、味方ナイス言って、おプレー見てなかった、ふざけてたら全然見てなかった、帰ろ怖かったですね、上とかにおるんかな、あ、でもそんなこともなさそう、あ、でも塗ってな、塗ってきてる塗ってきてる、見える見える、よく見える未来がよく見えました、キャップが200キルぐらいしている未来が見えました。あ、味方の人が強いからね、僕突然でええわ、ほんま楽やわ自分の役割をすればいいというね、本当にねいい展開、もうこういう試合は理想やで、ナイスナイスまあ、ぬり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 を任せてよ。ほんでこうやってとつった味方の人がやられるときを気をつけなあかんねんな、9番ボムがナイスハム太郎でいきましょうか、多分ナイス玉来るんじゃないのか、あ来ましたね、そんな気はしたけど、これ僕の進行方向に、あ意外と飛んできなかった、ラッキー、あ一瞬で僕の9番ボム消えたけどほんで9番ボム試合終わるまで投げへん言うてんのにめっちゃ投げまくってるからね、どうなってんねん味方の人守れたかな、守れたっぽいですね、よかったです。
今の着地球取られたらちょっと申し訳ないなっていうところではあったんですが、よかったね。これ来てんな。これ挟みましょうか。味方の人逆に挟んでる、逆に挟んだルしたったらいいんちゃう。んそのネアンデルタル人みたいな、逆に挟んだル人したったらいいんちゃう。新しい原始人やぞ。おやった一発、ナイスナイスでございます。と今2発当たってましたね。あと1発当たったら理想的なキルができるというわけですね。カーリングボムと間違えるんですけど、吸盤ボムなんでこったパンナコッタ、なんでこったパンナコッタ、ハムスターこの辺で爆破させたら、あ、いいけどマジですごいじゃん。絶対キルできないと思ったわ今勝ててよかった。あ、ちょっと待って、何誰のインク分からへん、何今の今の残りカスは何なんだ。多分ダイナモの人やな。ちょびっくりしましたね。この辺におるんかな、まだ。あ、なんか射程が長いけど、誰誰もう誰誰のだ、誰のがね、あけみさんになってるやつや。いける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 、よしよし今のはあれかな、微妙に溺れてなかったから4発かな。でも疑似三角も取れてたような気がするけど、ほらめっちゃ理想的ですやすげえ立ち回りやすい。え、今回のマニューバー使ってる動画すごい立ち回りやすいぞ。確か僕のかすかな記憶では1試合目を立ち回りやすかった気がする。ナイスですね。いいよ、やられたら僕がカバー、僕がやられたら味方の人がカバー、すごいね、いい連携感です楽しみました、ありがとうございました。ほんで勝利も収めることができましたね。とりあえずね、マニューバーにメイン性能つけたら疑似三角になるんで、エイムがめちゃくちゃいい人が使ったら本当にね、その3発から4発、この1発の差がめちゃくちゃ楽になると思うで、使ってください。僕エイムおじいちゃんやからね、発揮できへんかった感じにいけるんじゃないか。ナイスありがとうございます。ブルーベリーもな、ジブリナイスありがとうございます。エイムおじいちゃんすぎ、エイムがおじいちゃんすぎ、安心でしょ。おい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 、全然いける全然いける全然いける、ナイス。勝ちにこだわっていこうと思ったらまさかの今の直撃する、ガーマもついてたし、おい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 、安全なんですよ。オッケー、綺麗に決まった。射程長い、射程射程、はい疑似三角疑似三角、はい疑似三角、はいおにぎり三角おにぎり三角、あそこにあるのか、そこに、よっしゃナイス、野生の金やナイス、あん吸盤ボムがナイス、ハムスターこの辺で爆破させたら、あ、いいけどマジですごいじゃん。誰の方がね、アキミさんになってるやつや。いける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 、よしよし